ドラえもん世界中に夢をそう溢れさせて。お昼になったらここに集まってきてください。これを使って狩りをしてたんだって。俺も一度でいいからやってみたいぜ。うわー、古代のネックレスなんて素敵。僕たちの祖先もおしゃれが好きだったんだね。そうかな。僕にはただの石ころにしか見えないけど。貴重なものだよ。日本は酸性土壌だからね。ほとんどのものは土に溶けてなくなってしまうことが多いんだ。土壌？どんなロマンがあったのかしら。想像するとワクワクするね。何がワクワクだ。静香ちゃん。何？ネックレスをつけていた人のところへ行きたくない？何言ってるの？そんなの無理に決まってるじゃない。それが無理じゃないんだな。タイムマシンを使えばね。だから一緒に行こうよ。いいわ、約束よ。うん、約束。約束は約束です。だってもうすぐ静香ちゃんが来るんだよ。今日こそは勉強するって約束忘れたの？明日やるから。忘れたの？大変だ。なるほど、静香ちゃんと遊びに行くはずがママに止められちゃったと。でも勉強はママとの約束だろ。 0.3 回連続取ったから。帰ったらちゃんと勉強するから。なんとかしてよドラえもん。しょうがないな、君のためというより静香ちゃんのために。忘れろ。謎はクリッと解けたぜ。え？アンパンを食べた犯人は君だ。だって食べたかったんだもん。意外な展開ね。忘れログサの匂いを嗅ぐとその時考えていたことを忘れちゃうんだ。でも嗅がせすぎると記憶まで奪っちゃうから気をつけて。わかった。遊びに行ってもいい？だからダメって言って。あら、私は何をする気だったのかしら。買い物に行くんでしょ。あ、そうそう。で、何を買うんだったかしら。やった、これで遊びに行けるぞ。静香ちゃんとどこ行くの？ちょっと旧石器時代までね。いいね。じゃダメ。え、なんで？旧石器時代には危険な動物がいっぱいいるんだ。それに今タイムマシンは。それ。あれ？僕何してたんだっけ？どら焼きの特売セールがあるって言ってたけど。特売！レッツゴー！今のうちに。危険な動物にはこれこれ。桃太郎印のきびだんご。リュックに入れとこう。お邪魔します。静香ちゃんだ。よっ、さあさあどうぞどうぞ。ドラちゃんは？用事があるんだって。のび太さんと二人で大丈夫かしら。いいよ。きれい。旧石器時代
来って500年ぐらい前かな。違うわ、1万2000年前よ。そうそう、そうだった、1万2000年前。あっ、靴忘れた。ちょっと待ってて、すぐ取ってくる。本当に大丈夫かしら。何？どうなってるの？つまんねえな。なんか面白いこととかねえのかスネオ。なんかって言われてもね。ドラえもんじゃねえか。おい、どこ行くの？ドラ焼き特売。ドラヤは定休日だぞ。定休日。しまった。のび太くんめ、勝手に旧石器時代へ行く気だな。おい、面白そうじゃねえか。僕ちゃんたちも連れてけ。しずこちゃん、のび太さん、どうなってるの？わからない、タイムマシンが勝手に動いちゃったの。待ってて、今そっちに行く。ダメよ、危険だわ。冷静に考えよう。え、何か考えた？そろそろ何か考えたんじゃない？まだ考えてんのか？早く何とかしろよ。静かにしてくれ。周りでギャ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 喋ると。喋ると、ベルット。何か思いついたの？タイムベルト。これは場所は移動できないけど時間旅行ができるんだ。でもタイムマシンがどこへ行ったかわからないよ。大丈夫、タイムセンサーがある。タイムマシンが超空間に起こした波をたどっていくんだよ。何度も言うけど、旧石器時代にはどんな危険が待ってるかわからないよ。そんなのは百も承知だぜ。しずかちゃんのためだもん。危なくなったら逃げようね。よし、じゃあ行こう。1万2000年前へ。もう少しマシな出方ないのかよ。しょうがないだろう、旧式のベルトなんだから。みんな見て。どの辺にいるの？場所は変わらないからのび太くんの部屋だよ。ただし1万2000年前のね。うわ！探すの？どこでもドアがあ
ありゃ楽勝じゃん。そうそう、モーリー、旧石器時代の地図がインプットされてるわけないだろ。ここからは地道に探すしかないんだけど。尋ね人ステッキ。これで大体の方角はわかる。しずかちゃん、北だ。とにかくこの方角へ進むしかない。牛？オーロックスだよ。17世紀に絶滅した動物さ。あっちには犬がいるぜ。あれは犬じゃなくてオオカミ。日本でも100年ぐらい前までは生息してたんだよ。人間はいないの？この時代の人間は獲物を追って移動しながら生活してるんだ。その集落を見つけて話を聞きたいんだけど。うわっ！すごい！トキだよ！これだけ飛べば無理ないよ。日も落ちてきたし、今日はここでキャンプしよう。うん。だけど日本ってのはどうしてこんなに広いの？ねえ、時代を間違えたんじゃない？多少の時間のズレはあるけど、合ってると思う。のび太、何やってんだ。綺麗な石が落ちてるから、しずかちゃん喜ぶと思って。のんきなもんだぜ。お前のせいでこうなったんだぞ。なんだろう。下車兄者。なんて言ったんだ。仲間だよ、きっと。え、下車。何が仲間だ。空気砲。僕はまずいよ。食べるならジャイアンの方が。ふざけんなスネ夫。
わからないの？ママん、スネ夫ジャイアン、いたよママ。ワイルドだぜ。大人の男の人がいないね。きっと狩りに出てるんだよ。デデブ、ババブ。おお、うまいもん食わせてくれるってよ。どうしてわかるんだろう。あれ、そういえばドラえもんは。助けて。これも、どうしたのドラえもん。水に入ったり焼かれたりで電気系統がやられちゃった道具が多いんだ。翻訳こんにゃくはあるよ。焦げてるけどね。まずそうだな。私ミグ、オサの娘。僕はのび太、こっちがドラえもん。タヌキじゃないよ。俺はジャイアン。スネ夫だよ、よろしく。のび太が探している娘、みんなに聞いた。みんな知らない、言ってる。そっか。でも、襲った奴ら知ってる。山の向こうの仮面族、ここよりたくさん人いる。静香ちゃんのこと知ってる奴がいるかもな。だけど凶暴な連中だよ。仮面族、もともといい人たち。でも赤仮面が来てから変わった。赤仮面？あいつ悪魔、魔術使って獣を操る。私たちの獲物を横取りする。怖いよ。俺様だってマンモスの一頭や二頭。でも静香ちゃんがいるかもしれないんだ。調べに行かなくちゃ。そうだね。大変。ミグ、父さんたちがマンモスに襲われている。お父さん。ジャイアン、マンモス倒せる言った。頼む、助けてくれ。おお、任せとけ。ジャイアン無茶だよ。やいマンモス、これでも食らえ。ドラえもん何か出してよ。使えそうなものは。あった。やり遂げ。これを刺すと相手はどんな命令でもやり遂げてくれる。あと迷っていることに決着をつけたりもできるよ。どうでもいいけど小さいよ。ジャイアン、ビッグライト使えるかな。壊れた。ジャイアン。よっしゃ、俺様の言うことを聞け。を沈めた。奇跡だ。神だ。神様。よせよ、照れるぜ。ジャイアンが神様だって。仮面族だ。来るなら来い。俺たちには神様がついてるぞ。静香ちゃん。
うした？眠れないのか？ちょっとね。のび太、本当に仮面族のところへ行くのか？うん。赤仮面は静香ちゃんのことを知っている。そんな気がしたんだ。そうか。なんだそれは。石だよ。静香ちゃんにあげようと思って。のび太、今夜その石私に預けろ。え？明日返す。いいか？いいけど。何？マンモスを操るものだと？皆の者、よく聞くのだ。近いうちに赤仮面様に歯向かう愚か者がやってくるだろう。そやつらを捕まえ八つ裂きにするのだ。赤仮面様は神の使い。赤仮面様を崇めるのだ。本当に俺たちは行かなくていいのか？人数が多いとかえって目立つ。ジャイアンとスネオはもう少しこの辺を探してみて。のび太！ミグ！これ僕の拾った石、ミグが作ったの？たった一晩で。願い込めろ。山は平らじゃないんだろう。もうダメ。そっとそっと。
ないね。ですよね、赤仮面様。お前は誰だ？私は呪術師シャマテ、赤仮面様の忠実なるしもべさ。お前たちこそ何者だ？僕たちはその子の友達なんだ。なんと恐れ多い、神の使いである赤仮面様を友達呼ばわりするとは。この者たちを引っ捕らえよ。今宵この愚かな人間とタヌキを神への生贄とするのだ。生贄？僕はタヌキじゃない。獣を放て。これを取りに来たのさ。あ、桃太郎印のきびだんご、忘れろ草さんも。やはりこれはお前たちのものだったのかい。マンモスを操る者がいると聞いてピーンと来たよ。忘れろ草さんで静香ちゃんの記憶を奪って操っていたんだな。少し違うね。この子は最初から記憶をなくしていたのさ。あれは私が呪術に失敗して集落を追い出され荒野をさまよっている時だった。はじめはこれが何だかわからなかった。だがいろいろ試した末に記憶を奪う草と猛獣を操る団子だとわかった。これさえあれば私は何度でも神になれる。静香ちゃんは関係ないじゃないか。おお、アリサ、わざわざ危険な狩りに出向かなくても済むからね。バレてしまったからには仮面をつける必要はないね。静香ちゃん。さあ、あの二人をやれ。はい。やめてよ静香ちゃん。僕だよ、のび太だよ。今の静香ちゃんには何を言っても無駄だ。いいぞ赤仮面、そちらを串刺しにするのだ。綺麗でしょ。僕が拾った石で作ったんだよ。
ね、だから一緒に行こうよ。いいわ、約束よ。うん、約束。約束。何をしている、あの役立たずめ。願いを込めたんだ。僕と静香ちゃんがずっとずっと仲良しでいられますようにって。ほら、危ない、のび太くん。ここめは私のものだ。静かじゃ。なんだこの光は、眩しい。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる、そう